こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。先日このカメラ ATX-M23mmF1.4 の E マウント、これをつけたソニーの ZV-E10 で初日の出を撮ったらですね、この画面の右上方向ですね、埃があったというような記憶があるんですね。今絞りを F16 に設定して、この状態だとなんとなくわかるかな。これでピントリングを回すと拡大されるから、この状態で、あ、わかりづらいですね。これでシャッタースピード上げればいいのかな。シャッタースピード多少上げて拡大すると、ここになんとなくいるというのがわかるのが、これがホコリなんです。このホコリがですね、先日初日の出を撮ったらずっと映って、失敗したなという感じだったんですが、これを解決する方法をこれから実行していこうと思います。一つはこのクリーニングモードですね、自動クリーニングを実行します。これで実行して、自動クリーニングが終了しました。終了後は電源をオフにしてくださいとありますから、これでオフにして、はい、どうなんでしょうか。今自動クリーニングというやつを実行したんですが、ここを見るとやっぱりここにホコリがいるんですね。ほら、このホコリ、このホコリを取らないとやっぱりダメだということで、これからブロワーを使ってセンサークリーニングしていきます。このブロワーがですね、結構小さくても風の量が強くて優秀という健康のクリーニングキットプロ5に付属しているブロワーです。これを使ってカメラのセンサー面のホコリを飛ばしていきます。カメラを下の方向に向けて、このように空気をかけていってホコリを飛ばすということですね。この時にこのプロ5に付属のこのブロワーはノズル先端が短いので、センサー面を傷つけることなく狙ったところにエアを飛ばしやすいというのが特徴なんですね。さあどうでしょうか。はい、これで拡大した時にホコリがなくなりました。これだと多分問題なく、ホコリなく撮影ができるんではないですかね。ホコリをチェックするときですけども、絶対ピントが合わないようにこの無限の方向にピントリングを移動させておいて、この状態で例えばこの白い紙、障子なんか白い紙ですからね、これをオーバー気味な状態で撮影をすると、なんとなくホコリが映ってるような気がする。まだまだ掃除不足なのかもしれませんね。まあさっきのは障子の影が映ってるだけの可能性もありますから、今一度撮り直したら、はい、ちゃんとホコリがない状態が確認できました。たまにはこうしてセンサークリーニングをしておかないと、今回みたいな大失敗、せっかくの初日の出なのにホコリがついていた、なんてことが起こり得ますから、注意が必要です。まあ、こういった時の掃除をすぐするためにも、ぜひブロワーですね、ご用意ください。